まあこれセミアコンになってますが、うんうん、ソリッドボディとあんまりそんなにこう、こんな違うっていうわけでもなく、うん、ただやっぱりこう音量すごく上げていくとセミアコン独特のちょっとフロントの箱鳴りみたいな感じがそれやっぱあるんですね。あるんですよ、うんうん、ご覧の皆さん、こんにちは。ボトムズアップギターズ代表の重浦です。そしていつものようにギタリストの山口和也さんです。はい、どうもよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。今日は、プロビジョンギターをプロビジョンスペシャルフィーチャーということで、ね、たくさん弾いていただきましたけど、この辺またいいですよね。いいギターですよね。そうですね。はい。そしてプロビジョンギターといえば、はい、ボトムズアップギターズともゆかりの深い今日はスペシャルゲストに来ていただいております。じゃあ紹介しましょうか。はい。はい、ギタリストの稲葉正弘さんです。どうぞ。イエーイ。読んだ？読みました。ありがとうございます。イエーイ。いやー、輪が広がりますね。広がりますね。今日はありがとうございました。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。試し弾きということで、今日は稲葉正弘さんにお越しいただいてます。はい、はい、どうも。はい、ありがとうございます。で、こちらのギター、はい、稲葉さんに使っていただいて、はい、もうしばらくになりますけれども、はい、すごい綺麗にしてますね。そうなんですよ、はい、うんうん、私あの楽器を傷めない男として、はい、あのとにかく大事にする男として、ね、はい、優しい、あのピッキングも本当もう触れるかのようにお優しく弾いてとにかく傷がつかないように、はい、やってますんで、はい、なるほどね、はい、楽器も喜んでると思います。もう本当に、うん、そうなんですよ、うん、ね、かっこいいですよねこれ、うん、バーガンディミス色、これもうあの、うん、ちょっとその展示会がございまして、はい、その時にこれを見て、これ何これっつって、ネギ棒これどうしたのいいでしょつって散々ね自慢されたね一つなんですよこれ。あ、なるほど、そうなんですね、うん、そう、あの根岸高野さんと、はいはい、イベントをやったんですよ。あ、なるほど。にあのちょっと来てくださって、うんうん、あ、その時の出会いなんですね。そうそうそう、そうなんです。でこれはまああのそのまあバーガンディミストっていう色ですけど、うん、このカラーコントラストはやっぱね、このグリーンガードと。そうですよね。これがいいでしょ。もう、ね、どうすんの？いわゆるカスタムカラーな感じですね。そうそうそう、うん、それでね、私がその小田和正さんのツアーで、はい、あ、その小田さんのツアーの時に。照明とかがやっぱりねすごいんですよ、規模が、うん、あ、使って、はい、それで、まああのノイズ対策で一応で、ね、あのリアをハンバッキングにしたりとかしてましたけども、うんうん、あのもう最近また戻しまして、なるほど、あのこのギターのつか、まあ、とにかくそのままあの自分の手元に来た時のままをなるべくこう綺麗に維持したいんで、あの用事がちょっと過ぎて終わった時は一応戻して、あ、またなんかこうその仕事で対応する場合はそのまたこう違うピックアップつけたりとかするんですけど、今ちょっと
戻ってます。なるほど。そうなんです。これがまあ、あの基本的にはこの仕様であの市販されてたと。そうですね。標準の。うん、なので、もう売られてる状態でそのまんまツアーで使っていただけるクオリティをもうポテンシャルとして持ってると。私はもう改造しないです。改造嫌い。うん傷をつけない改造嫌い、はい、すごい優しい楽器に優しい男、楽器に優しい男ですコンデンサー一つ買えないですもん、ね、そうそうそう、ね、尊重してそうそう、はいね、これはでもすごいですよね、すごいギターね、うん、裏側が、うん、そうですね、これはね、こういう裏側がバシッと、ね、見えますかね、こういう、ねね、すごいこれ、ね、すごいですねうん、穴が開いているわけでございまして貯金箱に、貯金箱になってない、なってない、なってない、お金貯められますね、もう中、うん、中空になってるっていうことですよね、もう全く、そうなんです、うん、全く全部削り落としてあって、うん、裏から蓋がしてあるバシッと、構造すごいな、これはなセミアコになるんですか、まあセミアコですよ ね、 セミアコですよね、真ん中はあるセンターブロック的なものがある、ここだけあります、外すとねセンターブロックが、あじゃあセミなんでしょうかね、あのここあのちょっとねあの衣装の関係で私がこうバックルがここに当たって詰まったままこう動けない時があって それでちょっとこう、うん、今このあのカバーつけてます、ああなるほど、そうなんですよ、うん、でも普通にストラトです、それであの軽さもう本当に半端ない軽さで、まあね、それでまあこれだけ軽いとバランスがやっぱり気になるんですよ、ネックが、ネック重くてこう下がっちゃうんじゃないかなって、ね、そういうのは一切ないんですよ、あそうですね、バランス最高、もう本当に片手でこうやって持てる投げちゃうぞみたいな、ね、だいぶこうステージではねやっぱり便利ですよ、そんなに軽いとね、もうね長時間立ってたりも全然楽ですね、リハーサルもやっぱ長いですもんね、うん、もうそういう時でも全然、ね、本当に、ええ立ってなさいって言われても大丈夫。はい。そうか、すごい。本当に。これ。あとね、アームのクオリティも良くて、アームも全然もうあの狂わないし。うんうん、でまあ一応これロック式なんですけど。あ、そうですね。ボト、ねうん。そうですね。うん、それもともと付いてたやつですよね。そうですそうです。改装してないでしょ。そうですね。そうそうそう。うん。そうなんですよ。そうそうそう、なるほど、フロントの音聞いてみましょうか、フロントの、あそうですね、ぜひぜひ、うん、フロントの音がね、なんとこういう、こういうね、いいっすね、ね、続きましてちょっとハーフトーン、おお、ね、あいいですね、続きましてこのセンターの音ね、ね、もうなんか軽い音じゃないですよね、しっかりした密度がある、音するんですよ、でこれがリアでこういう音でございまして、で最後はリアですよ、これいや響くな、だから普通にまあこれセミアコになってますが、うんうん、あソリッドボディとあんまりそんなにこう、こんな違うっていうわけでもなく、うん、ただやっぱりこう音量すごく上げていくとセミアコ独特のちょっとフロントの箱なりみたいな感じがそれやっぱあるんですね、あるんですよ、なるほど、それはちょっとまた、うん、まあいいんですけど、うん、完全ソリッドと本当に違うかどうかって、まあその本人のこうあこれ穴開いてるかなっていう意識があったりとかするから、うん、その辺はなんとも言えないんですけど、うん、私的にはまあなんかどっちかというとまあ普段使ってるストラトとかと変わらない、そうですね、そんなイメージですね、うんうん、僕も今日録音した限りではなんていうか普通、うん、そうそうそう、いいストラトっていう、そうなんですよ、だからあんまりなんかねそんなこう特別な感じはしないんですよね、その、うん、セミアコだからっていうね、そうそう、うん、レスポンスのいいストラト、ああそうですね、うん、でなんかこう重くてならないっていう、まあよくねそういう年代 のストラトとかあったりする、その真逆というか、うん、もうこれでそのフォローによるデメリットみたいなのがあるかといえばなかったんですよね、こう弾いてみると、そうなんですよ、うん、あとこのブレンダー、あーこれが最初の使い方が私分からなくてこれどうなんでしたっけ、これがなんかね、センターでした。これはリア？リアですね。リアですね。これが、フロントが効いてくるんですね。微妙。そうなんですよ。この2つ
なってるっていう感じなんですね。古いテレキャスターとかにね、そういうブレンダーっていう機能がありまして、うんうん、独特のやっぱりサウンドになるんですよね、これね、うん、最初はずっと私はフロントで弾いてて、これブレンダーが効いてるんだと思い込んで弾いてて、はい、甘い音だなこのリアと思って、うん、全くの勘違いでした、すいませんなるほど、そう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 、あとはこの、うん、ネック、うん、ネックがねやっぱり丈夫で、一回ちゃんとロッドを自分の好きなロッドにこうロッドのその、セッティングすると、はい、あんま動かないんですよ。おー、うん、過酷なツアーを回っても、そうそう、それがねやっぱりいいですね、やっぱり、うんうん、季節によってね、トランスロッドが動いちゃって、うん、なんかこう結構こうなんかまたこれネック外してやんのみたいなのはあんまりないんですよ。なかったですか。やっぱりその強度は素晴らしいですね、うんうん、ちゃんとシーズニングされてしっかり ね、そう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 、調整されて、うん、日本で一番面倒ですもんね、トラスロッドいじんなきゃいけない、そうですよね、これは今トラスロッドはこれネックエンドですか、うん、エンドですね、うん、普通のまあ、あのトラエンですもんね、うんうんうん、ここにあるといいんですけどこれやろうみたいなこれ長いやだろみたいな、ね、すいません冗談ですからすいません本当に面白いプロビジョンさんやってくれるかもしれないカスタムモードでここにもトラスロッドついてるやつもまあなんかさあ、ね、そうそうそう、それ面白いですね、うん、ありがとうまあ本当にうん、おすすめのギターです、うんうん、ツアーでね、うん、ネックがずっと耐えてるっていうのはそうですよ、ね、僕らにとってもありがたい情報なんで、ネックシェイプってちょっとぶっといでしょ、そうそうなんです、ああそっか、これがねちょっと太めのネックシェイプなんですけど、うん、そこまでいいですか、うん、ちょっと、うん、あ、そうですね、うん、ここら辺からちょっと太くなるぞっていう感じがあったりとか、でもそこまでなんというか、なんでしょう、違和感のある太さじゃないですね、うんうんうん、逆にね、これこういうネックってこう慣れちゃうと、僕他のギターになった時にやっぱこのネックがいいみたいになっちゃうね、なんかネック太くて弾きにくいとか、そういうレベルではなさそうじゃないですね、うんうんうん、ちょうどいい感じの、うん、私は太めのネックが好きなので、うん、これが太いのにバランスいいと、うん、そうですね、おそう、まあ、ね、なんだ、強度っていうか、とにかくそのこうセッティングを一回決めたら変えなくていい、うん、弦を変えても変わらないから、うん、その辺がやっぱり一番本当にもうプロで、うん、仕事でこれを使うって時は本当にいいですね、うんうん、その辺がやっぱりレスポンスの良さにつながっているような気がしますね、ボディだけじゃなく、うん、硬くて軽い状態っていうのはやっぱなりますからね、うんうん、なんか特別なギターに見えない、普通の人なんで、ブレをめくれる、クニルめくれる、チャリンチャリンって呼んでね、チャリンチャリン、へうん、これは結構おすすめですよ、おすすめこれ、うん、ガンガンライブやる人なんか特にいいかもしれない、そう、もう、うん、リハーサルから何からもうこの軽さとね、うん、ずっと元気でいられる、ずっと元気でいられる、本当、うん、ね、はい、いやー素晴らしい、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、うんうん、じゃあサウンドを ねまた引き続き聞いていただきましょうかね、はい、よろしくお願いします、はい、じゃあどうぞ、どうぞ